ワクワクモーニング放送終了です。今日は第3です。第3、放送中に言えなかったことがあるんですよね。あの明日の告知と、ね、はい、7月15日の、ね、筆文字合宿の告知はすっかり忘れていました。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、明日の告知はですね、5月9日、出会いは一瞬、出会いは一生プロジェクト2015、埼玉県、越谷市北部市民会館で、ね、行われます講演会で私は講演することになりました。前売り券、今日までは、ね、3000円で入りますけど、明日当日券3500円となります、ね。ぜひぜひ来てください。私は出会いによってどんな変化を起こったか、そんな話を、ね、したいと思います。であとね、7月、まあ、だいぶ先ですけど、7月15、16日、松本の民芸旅館深志荘で私の筆文字合宿やります。誰でも私のような文字が書けるようになる、そんな素敵な合宿になっておりますのでね、参加費が1万7000円ちょっと高額ですけど、これ宿泊費も入ってますんでね、またそちらの方の詳細は順々にこう追ってお話ししますのでね、またよろしくお願いします。はい、さあ第3、今日来てくださいましたけどね、はい、ワクワクモーニングいかがだったでしょうか。もう今日ね、菊池さんと初めてので一緒にやらさせてもらってね、はい、次回の時はね、プロレスの話をもっとね今横で笑ってますけどね、菊池さんどうでしたか。ブログアップしてますけど、はい、ちょっと隣にいたんで、あんまり顔が見れなかったんで今度対面式でやりたいですはい、ね、楽しかったです、はい、ありがとうございました。まあプロレスのオフトークは、はい、オフトークの方が盛り上がるっていう、はい、放送終了後の方が盛り上がるということですけどね。またスポーツノーリミット菊池さんレギュラーコーナーやっておりますので、はい、まあ、プロレスの話もねどんどん送ってほしいですね。はい、いろんなスポーツ、僕もまだまだ知らないスポーツもありますので、いろんな情報をですねいただいてですね、そしてあとメッセージ、そのいついつが僕のモチベーションに、ね、なってますのでね、いつも本当にありがとうございます。今後とも、スポーツのオリンピックをよろしくお願いします。はい、じゃあ菊池さんちょっと大さん隣に来ていただいて、はい、立っていただいて、はい、今日はお二方に、ね、ゴールデンウィークはもう終わりましたがまあ今年のゴールデンウィークはたくさんね、はい、皆さんがいらしてくださいましたけど、まあその総決算ということでですね、締めていただきたいと思います。それじゃあ第3打ち合わせの末よろしくお願いします。これ2回目の振りのような気もしますじゃあいつもじゃあお願いします。じゃあもうちょっと密集してもらっていいですか。はい、はい、じゃあこの動画をご覧の皆さんに一言お願いします。どうぞ。せーの、ザオワンでおまんじゃわ。ありがとうございました。またのお越しを待ってます。お願いします。